さあ、どの戦いを紡ぐのか。海の底での激しい戦いの始まり。あなたは負けることはない。私は信じています。海の世界、海底を支配する海王ポセイドンが現代によみがえり、マリエナ・ジェネラルを従えて地上界をも支配するべく冷酷な戦いを開始した。全世界に降り続く豪雨を止めるべく、メインブレドウィナーに入ったアテナを救うためには、世界の7つの海を支える7本のマンモスピラーを倒さなければならない。急げ、アテナのセイントたち。連日世界中を襲う大豪雨と洪水の数々、全ては復活を果たした海の神、海王ポセイドンの力によるものだった。海将王ジュリアン・ソロの身に魂を宿したポセイドンは、津波によって海中神殿へ連れ去ったアテナ・キドサオリに結婚を申し入れ、二人で地上を支配しようと提案する。しかしアテナはこれを拒否。ポセイドン神殿の支柱であるメインブレドウィナの中に自らの意志で閉じ込められる。柱の中で世界に降り注ぐはずの雨を代わりに浴びることで、破滅の時を少しでも遅らせようとするアテナ。聖夜たちブロンズセイントはアテナを、そして地上を救うべく、ポセイドンの配下マリーナがひしめく海底のポセイドン神殿へと乗り込むのだった。またアテナのコスモが弾けるのを感じた。さっきテティスとかいうマリーナが言っていたように、沙織さんはメインブレドウィナに閉じ込められている。世界の大海を支える7本のマンモスピラー、それら全てを破壊しない限り、メインブレドウィナを破壊することはできない。油断するなよ。それぞれの柱にはポセイドン軍最強の7人のジェネラルが待ち受けているそうだからな。一刻も早く全ての柱を破壊しなくては。みんな手分けするぞ。ああ、メインブレドウィナでまた会おう。それまでまた負けられないね。行くぜ。